小中高とかアマチュアだった時に、昔の自分に声かけるとしたら、なんかありますか？これやっておけばよかったとか、今までやってきてここまで来てるじゃないですか。それでもさらにまだ、あれしとけばよかったとか、これしとけばよかった、これしなければよかったとか、なんかあれば、こう見てる子たちが参考になるのかなと思うんで。ああ、そうですね。投げるなって言われて投げるのはやめた方がいいかもしれないです。投げるなって言われてるのに投げちゃ投げちゃう。う。ああ、投げた、やっぱ投げたがりだからっていそうなんですう。ね。投げたら上手くなるっていう考えで僕はやってたので、ちょっと制限はした方がいいんじゃないかな、とは。やっぱ投げ今日はやめすとぎなこうっい。て、投げすぎちゃうのは良くないですよね。時には投げる。